古民家で100年かけて天然乾燥してるわけですから、その古材になる段階のその木材というのは木としては非常にこういい頃、いい乾き具合の頃なんですね。ですから新材にはないこう木の強度というのが出てまして、木は100年ぐらい経って強度が一番高いところに増すって言われているんですけども、そういうところの材料を、まあ、集めてきて古材として再利用をしているということなんです。まあ、古材だけこう並べてもあまり意味がないと思いますし、その日本の古材と木材といろんな食文化とかそういうものが一緒に絡んだような、まあ、空間提案、まあ、ホテルとかオフィスとか、まあ、住宅とかもそうですし、まあ、日本の古材と一緒に暮らせるようなこう、まあ、ライフというかそういうものを、まあ、提案をさせてもらいたいと思っています。
Thank you.